2センターから4コーナー残り2周赤番を通過さあペースを上げる6番の松井虹友番手は軍司アウトを合わせる松浦雄二3番手も並走隊列短くなったところ出番悪か吉澤淳平ジャンが入った3コーナーか2センターさあ先頭は6番の松井虹友 小田原記念決勝戦も松井先頭でファイナルラップに突入番手争いは3番の松浦を裁き2番の郡司公平しかしここで7番車吉澤淳平がまくっていくその吉澤をオート落下点と落ち点と2番の郡司が止めた先頭松井松井が先頭記念初 v へ逃げぬ松井紘裕3連覇へ追い込む郡司そして中終わるのは和田は来る4コーナーから直線は中終わってきた5番の和田は来る